根津駅からルネッサンスタワー上野池の端までのルートと周辺施設を紹介していきたいと思います。根津駅からルネッサンスタワー上野池の端までは徒歩約3分。距離は約280メートルです。根津駅は東京都文京区根津1丁目に位置しており、ファミリーに人気のエリアです。根津駅は交通の利便性が高く、東京メトロ千代田線が利用でき、大手町駅まで約6分、新宿駅まで約21分、池袋駅まで約26分となっており、とても便利です。根津駅周辺には中華、イタリア料理、日本料理レストランや串カツ店など様々な種類の料理店があるため、家族連れで利用したり仕事帰りに寄ったりできます。今回紹介する物件ルネッサンスタワー上野池の端の周辺には様々な施設があり、過ごしやすいです。物件の目の前には上野恩賜公園が広がっています。物件から徒歩約2分で丸越口、池の端2丁目店に行くことができます。公園内にはボートに乗ることができる忍ばず池や、約400種を超える動物を飼育している上野動物園、東京都美術館、国立西洋美術館や国立科学博物館などの様々な施設が設置されています。休日に公園内を散策したり、美術や科学に触れることができます。物件から徒歩約7分のところに弥生美術館があり、弥生美術館では明治、大正、昭和の挿絵画家の作品が展示されているほか、漫画の原画や表紙イラストを展示する企画展が開催されています。弥生美術館の紹介動画は以前制作していますので、気になる人は過去動画をチェックしてみてください。物件から徒歩約11分のところに東京大学医学部附属病院があります。院内には眼科、耳鼻科、外科、小児科、内科などがあります。物件から徒歩約12分のところにはアメ横商店街があります。アメ横商店街は JR 上野駅と JR 御徒町の間に位置している日本有数の商店街で、全長約500メートルの中に約400店が出店しています。商店街内では食品、衣料品、雑貨、化粧品のほか、宝飾品など多くの商品が割安で購入できます。横丁内でご飯の食材を買ったり、飲食店で食事を楽しむことができます。ルネッサンスタワー上野池の端に到着しました。物件から徒歩約1分で池の端児童館に行くことができます。こちらは地域の親子が交流するコミュニティスポットです。物件から徒歩約1分で忍ヶ丘小学校に行くことができます。こちらは区立小学校です。物件から徒歩約3分で忍ばず池に行くことができます。こちらはボートに乗ることができる池です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。各 SNS のフォローもお願いします。